はい、今回の動画は Windows 10でイヤホンの左右の音を片方で全て流す方法をご紹介します。で、パソコンで音楽であったりだとか、あとはゲームなんかをしているときに、パソコンから出てる音だけではなくて、外部の音も把握したいということで、片方だけイヤホンとか、あとヘッドホンをつけてですね、その音楽を聴いたりとか、ゲームをしたりだとかするっていうケースがあると思います。ただ、両方イヤホンとかヘッドホンで聴いてるときは問題ないんですけども、片方だけにすると、音が左右で違う音を流してるケースっていうのは最近結構あるので、片方だけイヤホンしたりだとかヘッドホンで聴こうとすると、何か音楽にですね、違和感を感じるってことがあります。そこで Windows 10では、通常はステレオ録音の場合、左右別の音を出してるケースっていうのが多いんですけども、これを片方にまとめて、モノラルとして全ての音を流すことができます。それでは早速その設定方法なんですけども、まずはスタートボタンをクリックして、設定のところをクリックして、Windows の設定の画面を開きます。で、次に簡単操作という項目をクリックしてください。で、次にこの左側のところのオーディオという項目がありますので、こちらをクリックします。はい、そうするとこのオーディオの画面が開きますので、この中のここですね、モノラルオーディオをオンにするというところ。これが標準だとオフになってますので、片方のイヤホンとかヘッドホンで全ての音を聞きたいときは、ここをクリックしてオンにしてください。これで片方から全ての音が聞こえる状態になりますんで、片方だけイヤホンとかヘッドホンをして外部の音を把握しながら音楽を聴いたりとかゲームしたりとかすることができるということですね。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。